はい、おもしやんです。アダバナの館、続きやっていきたいと思います。前回の続き、普通に負けたもんね。かなりしょげてます。やっていこう。まさかあんな簡単に負けると思わなかった。でもわざと負けまくってファイル集めるのも一つの手だよな。お待たせ。それじゃあ3回目のゲームのタイトルを発表するわね。はいはい、今回のタイトルはこちらよ。かくれんぼ。任せて。得意ではないけど、なんか楽しくやれそう。今回は随分と普通だな。まあこういう単純なものも必要でしょ。ただ普通のかくれんぼとは違うから、その点についてルールを説明するわ。またルールがまた難しいよね、このゲーム。しっかり考え込まれてる。ここがゲームの会場よ。はいはい、見てわかるかもしれないけれど、ここには8つのロッカーがあり、その中に人が隠れられます。ルールは極めて単純。この中のどれかに隠れるというもので、私がこの中のどれに隠れたか当てるという単純なものよ。ただしその際に私が使用するのは本物の武器、歯になります。それをロッカーに突き刺すから、当たった瞬間その人は死んじゃいます。スリル満点。確かにそりゃ単純なゲームだな。でしょ。ちなみに私が歯を刺せるチャンスは3回。3回外して当たらなかったらあなたたちの勝利よ。で、ルールはそれで全部か。うん、もう一つ重大なルールがあります。なんだそれが。私がこのロッカーに対して事前にある仕掛けを施せるというものです。仕掛け？仕掛けっていうとどんな仕掛けなの？私が仕掛けを施したロッカーに人が入った場合、その仕掛けが教えてくれるというものです。最強じゃん。ちなみにこんな感じに教えてくれます。はは、わかりやすい。わかってくれたかな。ちなみにこの仕掛けは2個設置できます。相手フリクね。なるほど、その仕掛けを2箇所設置できて、さらに3つのロッカーに歯を刺すことができると。つまりお前には合計5回のチャンスがあるってことだな。ロッカーの数が8個であることを考えると、お前が相手を殺せる確率は8分の5。少し俺たちに不利だな。かなりね。だからそのための質問よ。私がどのロッカーに仕掛けを設置したかうまく質問すれば、そっちも生き残る確率は上がるはずでしょ。まあ今回はシンプルな分、運の要素も強いけれど、そこも含めて楽しみましょう。以上で何か質問はあるかしら。特にないな。俺もナッシング。私もありません。 OK、 それじゃあ対戦相手の発表に移ろうかしら。お、さあ、栄えある今回の対戦相手の名前は、ソラくん。リクくん全然来ないじゃん。やっはー、とうとう俺が来ちゃったか。来ちゃったわよ。どうどう、緊張してる？それとも怖い？どっちかっていうと緊張の方かな。さすがに命のやり取りをするゲームなんて初めてだからさ。その割にあなた最初と態度が変わらないのね。いや、そうでもないですよ。こう見えて心臓バックンバックンですから。でもまあこういう機会って滅多にないから、俺は俺で有効に使わせてもらいますよ。そう？よくわからないけれど、楽しんでもらえれば私も嬉しいわ。ところでさっきのゲームについて、やっぱ一つ質問させてもらいたいんだけど。質問？俺たちのもので使えるものがあったら何か使ってもいいかな。使えるもの？なんだそれ。別にいいわよ、そんなものがあればだけれど。了解。それじゃあまあいろいろ試させてもらいますわ。じゃあゲームを始めましょうか。使えるものってなんだ？何隠してんだこいつ。赤葉は仕掛けターン。まずは赤葉がロッカーに仕掛けを行うターンからです。2つ選んで、もしそこに人が隠れた際、赤葉には分かるよう矢印表示が行われます。はいはい、それでは仕掛けを施してください。じゃあここと、適当でいいんでしょこことここ、俺も忘れない、いい位置じゃない。2つ行ったので赤葉による仕掛けターンは終了します。どんな質問が来るかだね。さてと、赤羽さん質問についてなんだけど、ほんほん。はーい、何かしら、どんな質問をしてくれるのかしら。質問はなしってことで。どういうこと？あんたそれ本気で言ってんの？本気本気、大真面目ですよ。だってこのゲームで質問してもあまり俺にメリットなさそうだし、むしろここで俺が質問しない方が残るゲームでのあんたの嘘が発覚しやすいじゃん。残るはあと2ゲーム。次のゲームで使わなければあんたは必然最後のゲームで嘘を使うことになる。あ、確かに。どっかで使っといた方がいいんだ。やっぱ前回のしずくちゃんか。そんなわけでむしろ質問しない方がメリットかなって思ってね。あんた見た目以上に結構考えてるのね。な、わあ、これしっかり考えられてんな、ゲーム内容。まあその代わりというわけじゃないけど、
ちょっといいかな、悪魔さん。隠れる前に使ってみたいものがあるんだけど。はい、どのようなものでしょうか。実はですね。何？なるほど、構いませんよ。では、存分にお使いください。さすが悪魔さん、物分かりがいい。それじゃあ、隠れさせてもらいますね。なんだ、何使ったんだ、一体。俺のトラップには入ってないね。それでは、赤羽による隠れた空を見つけるターンです。3階までロッカーを選んで、そのロッカーに歯を刺せます。人が入っていた際、そこから血が出るでしょう。刺し終えるとゲーム終了になります。3階ね。相手を殺したと判断した場合は、中央の魔法陣にて行動の終了も行えます。何？相手を殺したと思った場合はってのがやらしいよね。なんかダミーのトラップか、血のり的なやつ設置してんのかな。あ、とりあえずこれ。はい。いや、どうなのこれ。え、何これ。あ、でも今一度に3回させんのか。端っこから、オセロの感覚で。お？これもしや？お、いったんじゃねって思うんだけど、どうなの？隠れたロッカーはこちらです。あ、生きてた。お？ああ、できたんだ。左誰？お嬢様はソラさんを殺害できました。おめでとうございます。左誰？何あれ？まあ私こういう運ゲーみたいなの得意だし、当然よね。俺一発目で行ったんだ。なんかすごい。それにしても血が2箇所から出てなんか変だとは思っていたけれど、まさかこういう仕掛けをしてたなんて。いや、1箇所しか血出てないよ、僕。はい、ソラさんからの要望で。あ、じゃああれ、関先輩もしかして、やんてこと考えるんだ、あいつ。前のゲームで死んだ仲間の死体をフェイクとして使っていたのです。彼らはすでに死体ですので、道具として使用する分には問題ないと判断させてもらいました。ソラ君、なんか他が外れてんな、あいつ。なるほどね。こいつ思ったよりもえげつないことを平然とするのね。まあでもおかげで楽しめたわよ。へへ、そいつはどうも。あれ、あんた生きてたんだ。案外しぶといのね。びっくりしたわ。けどその様子じゃあもってあと数十秒ってところかしら。どう？最後に何か言い残したいことある？いやー、言い残したいこととかそういうのはあんまないな。というか結局最後まで、俺は俺のままだったみたいだし。なんか空は心に闇抱えてるよな。これも、痛えのはすげえ痛えけど、ぶっちゃけそれだけっていうか。最後まで、ああ、俺死ぬのかって感じっすわ。ふーん、そうなの。けどそれって私から言わせれば、天性の才能っていうか、できることなら私があんたみたいになりたかったわ。へえ、そりゃどうも。けど俺はやっぱ、人間らしい感情を感じたかったな。ああ、結局最後まで、俺には笑顔しかないか。いいんじゃないの？あなたの笑顔、私は好きだったわよ。お。で、ソラ君？眠っちゃったのね。おやすみなさい、ソラ君。あなたはある意味で、私がなりたかった理想の存在だったわよ。え、なんでなりたいの？感情欠落したいってこと？なんか赤羽の闇が一体何なのかが全然わからない。というわけでこれで中盤戦も終えて残るは2ゲームね。それが終えたら私と生き残ったあなたたちとの殺し合いだから楽しみにしててね。それじゃあ私は次のゲームの準備に移るから楽しみに待っていてね。サクサク進んでるね。じゃあ次はリク君か。ラスボスで海ちゃんって感じかな。プロフィール見てみる。多分増えてないと思うけど。あれ？なんか3まで増えてるんだけど。おっとおっと。え？どういう基準なんだ？やめる。え、じゃあしずくちゃんに勝ったら3まで本当はもらえたのか。やっちまったな。関先輩とかどうやって見ればいいんだろう。あ、じゃあしずくちゃんと、そらくん見てみようか。まあ、ファイルに。幼い頃両親に虐待を受けており、わ、それを見つけたのが海であった。体にできていたあざを不審に思った海がこっそり雫の家までつけて窓越しに雫を虐待する現場を見つけた海が、すぐさま警察や親に連絡を入れて一連の事件が発覚した。雫は自分を助けるためにそこまでの行動を起こしてくれた海の強さや優しさに感謝をし、以来何があっても彼女のためにその身を捧げる決意をする。あれ、海ちゃんやっぱ普通にいいやつなのか、どうなんだろう。え、そら。ファイル2。一度中学の頃にシンジが不良に絡まれた時、そこにたまたま空が仲裁として現れた。
不良は何発か空を殴ったものの、どんなに殴られても笑顔を崩さず、全く恐れというものを知らないその姿に逆に不良の側が戦意をなくし立ち去ったという。さすが空、早い、一瞬で終わった。じゃあファイルさん、彼は生まれつき人が持つ喜怒哀楽のうち怒りと悲しみの感情が欠如した人物。このため彼は怒るあるいは悲しむまたは恐怖といった感情を感じなかった。普段からヘラヘラとした笑顔を浮かべチャラそうな言動をしているのもそうした感情以外表現できないからであった。彼自身こうした感情を感じない自分の異常性を理解しており、そのためこうした危機的状況を利用し怒りや悲しみの感情を感じようとする節がある。前に真珠を不良から助けたのも友情からではなく、そうした場面に立ち会うことで恐れや恐怖といった感情を感じたかったからであった。ああ、空結構悩んでたんだな。緑さん、そういえば緑って私以外の誰かと契約したことあるの？まあ一応何人かはいましたね。いるんだ。そうなんだ。ちなみにそいつらって今はどうしてるの？うわあ、全員死にました。これ赤はやばいね。あっそ。ですが前の契約者は生き残りましたね。お、僕と契約して巨万の富を手に入れる途中、妙な探偵に邪魔されまして。探偵？はい、自称探偵学者の白髪の男です。確か、超常探偵とも言っていたような気もしますね。なんだそれ。まあとにかくその人に邪魔されて契約者は僕との契約を果たす前に捕まって、僕は残念ながら魂を取れなかったんです。あれは本当に残念だったな。むしろそいつにとってみれば魂取られずに済んでよかったんじゃない？助かったんだもんね。なんか別の作品でそういうキャラがいたのかな。もしかしたら結構この作者さんいろいろ他にも作品出してんだよね。だからその作品に出てくるキャラなのかもしれない。はい、お待たせ。それじゃあ4回目のゲームのタイトルを発表するわね。タイトルはこちらよ。何？カイジか？カイジだろこれ。じゃんけん。ルールは今から説明するわ。ただ最初に言っておくと、普通のじゃんけんとはちょっと違う要素があるわよ。何？ゲームの会場よ。ゲームの内容はその名の通りじゃんけんよ。ここにグーチョキパーのカードが1枚ずつあるわ。互いのプレイヤーはこの3枚を持つ。ただしここからが特殊なルールよ。お互いプレイヤーはこの3枚以外にもう1枚、ほうほう、特殊カードと呼ばれるものを持ちます。この特殊カードなんと出せばその時点で勝利確定という文字通り特殊なカードです。つまり相手がグーやパーを出しても特殊カードを出してる方が勝ちなの。ただし特殊カードと特殊カードがぶつかった場合のみはアイコになるわ。でプレイヤーはこの4枚のカードを使い3回勝負をします。それで勝利数の多い方が勝ちというゲームね。なるほどな。けど3回勝負して最終的に勝利数が同じだった場合はどうなるんだ？それは前も言った通り引き分けだったらそっちの勝ちでいいわよ。あと私への質問も今までのゲームと同様に好きなタイミングでしていいわよ。以上説明はこんなものかな。今回はメジャーな遊びなだけに比較的わかりやすいでしょう。そうだね、運ゲーだね。で質問はあるかな。いや特にないな。聞きたいことは聞いた。私もありません。じゃあ誰だ参加者。まあリクだろうな。いいわ。それじゃあ対戦相手の発表に移ろうかしら。今回の対戦相手の名前は、おっと、海ちゃんだ。リクどうした？全然出てこないけど、あいつ。本当ならここで岩山関くんを選ぶつもりだったんだけど、あの人あなたの代わりに死んじゃったからさ。だから代わりにまたあなたにゲームに出場をしてもらうわね。あ、ちなみに今回負けたら今度こそあなたの命をもらうからそのつもりでね。覚悟決めてる？ちょっとさっきからどうしたのよ。ちゃんと私の話聞いてる？なんか目が怖いよ。はい、もちろん聞いてますよ。そのゲーム受けます。そして今度こそあなたに勝ちます。あ、何あなた雰囲気ちょっと変わった？そんなつもりはありませんが、少なくとも覚悟は決めました。なんか主人公っぽい。覚悟？最初に私の覚悟はなかったせいで岩山先輩が死んだんです。あの人を殺したのはあなたではなく私です。それも全て私が死にたくないと弱さを見せたから。だからもう私はその弱さを捨てます。私はもう自分が死のうとどうでもいい。ただあなたに勝って残った人を救う。その覚悟であなたとゲームをする。へえ、面白いじゃない。もうこれな、海ちゃんが主人公だったのも勝ち確ルートだったんだけどな。主人公赤羽だかんな。どうやらようやく吹っ切れたみたいね。これでお膳立ても済んだかしら。
それじゃあ始めようかしら、海ちゃん。私とあんたの二度目の本当の決着を。勝てるかな。しずくちゃんに結構ボコされたのトラウマなんですけど。さあそれじゃあ始めましょうか。まずはどのカードを出すか選びましょうか。なんだ？最初の勝負で私はグーを出します。信じる信じないはご自由に。ただ私はすでにカードをセットしました。こいつどういうつもりよ。けどもしこいつが本当にグーを出しているのならパーを出せば勝てるはず。心理戦だ。どうする？いや俺信じちゃおうかな。パー出そう。セオープンよ。うわいきなりやってきやがったこいつ。パー潰された。パーが潰されたってことは相手チョキ出す意味がなくなってんのか。その顔で平然と嘘をついたわね。何も嘘をつくのはそっちの特権ではないはずでしょう。確かにそうね。面白くなってきたわ。それじゃあ次の勝負を始めましょうか。ちょっといいところですごい勢いでラインになったまずはどのカードを出すか選びましょう。先に選びました。ですので次はそちらが先に選んでください。特殊カード使ってるでしょ。で俺はグーじゃなくてパー使っちゃったから相手はチョキ出すことがないから相手はグーかパーを出してくるでしょ。グーかパーを出してくるってことは俺はチョキ、いや、あこれ積んでね、あれこれ積んでるんじゃないか。俺相手の手持ちはグーチョキパーか。グーチョキパーだけど相手はもうチョキ出す必要がないんだよな。あ、ないね。だって負けるリスクがある。ただのゴミカードになってるしね今は。となると相手グーかパーしか出さないでしょ。でここでパー出せば相手パー出すことないから絶対にグー出してくるでしょ。じゃあここはグーでかぶせるか。オープンよ。はっチョキ出してきたちょっと予想外。まさかチョキ出すと思わなかった。ラスト勝負といきましょうか。いやなんか海ちゃん勝ち誇った顔してるけど負けだよね。特殊カードで終わりだよこれ。まあ次の試合嘘つくね。もう正直に答えるか。いやどうやってるけど俺の勝ちだよ。どういうこと海ちゃん。また捨てゲーか。ではこれにてじゃんけんカードによる勝負が決着しましたので結果を発表します。海ちゃん、ゲームのルールに従いこれより赤羽お嬢様による殺戮が実行されます。きっと難しいお年頃なんだな海ちゃんは。じゃあこれしずくちゃん相当切れるんじゃない。というわけで残念だったわね。ゲームは海ちゃんの負けよ。それじゃあ今度こそ死んでもらうけれど心の準備はいいかしら。諦めてる。え、いいえ私は屈しませんよ。絶対にあなたにだけは。は？お、こいつは私の首を。ゲームには負けましたがそんなのもうどうでもいいですよ。勝とうが負けようがあなたを殺せばそれでいいじゃないですか。反面ごと壊せばゲームもクソもありません。強行手段出てきた。殺します、あなたを。何の迷いもない。みんなを助けるため私は今ここであなたを殺す。こいつ最初からこのつもりで。話せ。どうするこれ。あ、ルール違反ってやつか。なんでよ、さっきから胸を何度も突き刺してるのに。なんであんた死なないのよ。他の後ろ二人助けに行く気なしだしね。言いましたよね、私はもう諦めない。絶対にあなたには屈さない。たとえここで死ぬことになっても私は最後まで諦めない。あなたに勝つ、あなたを殺す、みんなで生き残る。いやもうこの精神力がまた一つ狂気を感じるね。ふざけんな、ゲームでのルールは絶対、あんたは死ぬのよ絶対に。関係ありません、だって私は諦めませんから。こいつどこまであの時と同じことをする気なの。あの時、緑。はいお嬢様。あっさり。いやもう死に方むごいし。わあ嘘よ。だって海が死ぬなんて嘘。まったく本当に最後まで鉄こずらせてくれて。ガンだよ。何？いやーもう怖い。首なくても首がないのになんで手が動いて。こいつ死んでなお諦めないっていうの。いやいや笑いどころかそれ。すごいよ。やっぱり海はすごいよ。そうだよ。いやーもうしずくちゃんも闇落ちしてる。海は誰にも負けない。諦めない。屈さない。海は私の希望。私のヒーロー。私のすべて。海は死なない。海の心は死んでも死なないのよ。うわぁ。これと、うわ。
あ、緑が助けた。申し訳ありません。さすがにここでのルールに反するので、ゲームに負けて相手を殺すのはなしということで。いや、それにしても驚きましたね。死んでなおあそこまで行動できるなんて。あんたそれ分かっていたならばもうちょっと早く助けなさいよ。これは失礼いたしました、お嬢様。それにしてもあいつ、死んだのならきちんと死んでおきなさいよ。本当に最後までいまいましいやつだったわ。は、すごい、そう、海はすごいのよ。最後まで諦めない。もうしずくちゃんは壊れちゃったんじゃん。ほら、これだってそう、海は死んでない。血だまりの中でも生きてる。やばいやばいやばい、病んでる。そう、海が死んだなんて嘘、嘘、嘘、嘘。海は死んで、だって海は、海は一気死んで、死んだ海は、だって海は最後まで、やばいやばいやばい、ネジぶっ飛んでる。たまげたな、人間ってあんなことまでできるんだな。いや、リク、冷静すぎん？さすがのあんたもあれにはちょっと焦ったんじゃね？そうね、けどあれはあれで楽しませてもらったわよ。それじゃあいよいよゲームも次でラストよ。それが終わったなら、正真正銘最後の生きるか死ぬかの殺し合いを始めるから、楽しみに待っていてね。おお、行っちまった。これ、うみちゃんの気にならないファイル。あるかな？お、ありますね。でも次回にさせていただく。ということで、今回はここまでとさせていただきます。次回ラスト、りくくんとの戦いかな？あ、でもしずくちゃんとまた最後ぶつかんのか。どんなゲームになるんだろうね。はい。それではしあんでした。またね。